データで振り返るヘブ版777日振り返りコーナー。はい、このコーナーではヘブ版リリースからの777日間の歩みをデータを見ながらみんなで振り返っていきたいと思います。はい、それでは島田さん、柿沼さん、よろしくお願いします。はい、というところで、お話しさせていただくんですけども、結構こういろんな長くいろんな話ができたらなと思っているんですが、皆さんこうゆっくり行きたいなと思いますので、ぜひコメントとかもお願いしますという感じです。はい、お茶でも飲みながら、はいはい、ゆっくり見てください。はい、ゆったり生放送なのでゆっくりということで、はい、はい、じゃあスライドをお願いします。はい、今回ですね、リリース777日というところで、今日はですね、これまでの歩みをメインストーリーを軸に少しだけデータで振り返ってみたいと思っておりますというところなんですけれども、いっぱいこうデータが出てくるので、もしなんかわからないとかあったらぜひ、わかりました、も私たちからも聞いてみます。はい、はい、次のスライドお願いします。はい、で、今日お出しするデータに関してなんですけども、この DAU という軸で切り取ってみました。これ DAU 初めて聞きました。はい、これゲームの運営とかに詳しい方はご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、日々プレイしていただいている方の、その日プレイした人の人数を1日ごとに集計した値になっています。デイリーだから、はい、だから特に我々がやっぱりかなり気にしながらやっている数字というか、もう本当に我々が使っているそのまま運営の数字を持ってきているところなんですけれども、こうなんていうかね、1日にプレイする人なので、例えばハーフアニバーサリーとか周年とかのタイミングでは増えますと、運営が落ち着いているタイミングでは一時的に減るみたいな、そういった推移をたどるようなデータになってます。で、こういったデータってこうあんまりこう表に出さないゲーム多いんですけども、なんか出すんだみたいなコメントも、ね、はい、ありましたもん。はい、なんですけれども、ヘブ版ではこう皆さんとコミュニケーションをこうやって取らさせていただきながら、皆さんとのコミュニケーションを大切しながら運営していきたいなという方針でやっておりますし、こういった情報局で皆さんとの関係を本当に作ることができたというところで、こういったところでゆっくり説明させていただければ皆さんに誤解なきように伝わるかなというところで、その増減減っているところまで含めて、ぜひデータを一緒に見ていけたらと思っておりますという感じです。はい、でグラフがバッと出てきます。次のスライドお願いします。お下の数字がもう読めない、バーコードみたいになってる。はい、こちらがですね、第3章クリア済みの方の DAU の推移というグラフになっています。はい、我々がこう、ここはかなりも気にしながら運営している数字というところなんですけれども、どのようなタイミングでこう DAU が増えて、どのようなタイミングで落ち着いていくのかっていうことが、なんとなくこう見て取れるかなと思います。確かに、なんかガッて上がったりしてますね、はい、ところどころで。ギザギザだ。ギザギザになっているんですけれども、全体としましては皆さんこう休眠とか復帰とかを繰り返しながらも、このメインストーリー第3章をクリアしたっていうところが、こう増えたり減ったりしながら全体にこう増加しているっていう傾向にあることが分かるかと思います。これクリアした人の数というよりは、本当に DAU、その日にプレイしてくださっている方、プレイしてる、してくださっている方が、こういうふうに増えてきているってところは見えて取れるかなと思っております。こちらですね、少し前自分がスライド作り始めた時期なんですけど、3月10日までのデータとなっているんですけれども、はい、この時点で半数以上の方が第4章後編をクリアして第5章前編に挑んでいる、でそのグラフが上がり始めたみたいなタイミングの形になってます。はい、中のグラフの中の一つにさ、私たちもみんなもいるってことだよね。そうだよ、私3月10日の青色までにいる。あのちっちゃい青にいるの、いる、すごいな、選ばれし者じゃん。コメントでもありますけど、5章クリアそんなに少ないんだって皆さん言われるかもしれないんですけども、本当にこの情報局を見てくださってる方はもう本当にこうリリースされてすぐにプレイして、それを楽しんでっていう、こう楽しみ方を増していただいている方、でもヘブ版プレイヤーの方は本当にたくさんの方がいらっしゃると、この情報局を見ている方見て本当に楽しんでくださっている、すごくコアに楽しんでくださっている方の他にもものすごくたくさんの方がいらっしゃるという中で、もうこのたくさんの方が徐々に増えていくというところで、5章、ここからもう全然この先も全然伸びていきますし、なんつうのかな、
まあ、その全体としてはこういう形になっていると、ね、膨大なこう人数の中のってことですよね、うん、そうですね、このね、はい、ですし、まだだって実際リリースして5章リリースして1ヶ月も経たないぐらいですね、実際あのいろんな方にその、まあ、あの調査する方にお願いしたりして、うん、インタビューとかさせていただいたりしているんですけども、うん、やっぱり本当にいろんなプレイスタイルの方がいらっしゃるなというところで、うんうん、あの例えばその土日にやりますとか、うんうん、でも土日でも予定が入ってたらあの日曜日にやりますとか、うんうん、平日はあの育成してメインストーリーには手をつけないようにしてますとか、うんうん、はい、あのたっぷり時間が取れるときに一気にやりたいからあのいついつやろうと思ってます。わかる、はい、それでいいんですよ、うん、自分のライフスタイルに合わせてやっぱゲームプレイした方が楽しいですからね、うん、ね、うん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 、いやでもほらやっぱ5章クリアできるけどまだしたくない、まだ楽しみたいって方もいらっしゃるんで、そうですね、うん、もうじっくりじっくりね、もう一言一句覚えちゃうぐらいまでね、うん、見てもらえたらね、ここにはどういう意味があるんだろうみたいな、確かに考察がはかどっちゃうかもしれませんよ、うん、そう早ければいいとかじゃないですからね、その一言一句の収録がどれだけ大変だったかっていや、我々ね、頑張ってやってるからね、そうなんです、そこもしっかり見ていただけたら嬉しい、まあ、特にやっぱりそのきちんと長い時間たっぷり時間が取れるときに遊びたいっていう方も結構やっぱりいらっしゃいまして、うん、まあ、本当に皆さん日々忙しい中で、まあ、あのちょっと次この期間あの長期休暇があるからやりますとか、うんうん、まあ、あるいは今試験があるので、うん、試験が終わったらあのその後こう入学までの間4月までの間にやりますとか、うん、この時期ってちょうど新生活の準備してる方とかもいらっしゃるから、バタバタなんですよね、そっかそっか、私一個あの、うん、気になったのが、うん、あのまだ終わりたくないからやらないっていう人もいて、いや分かると思って、ね、いやその気持ちも大事だよ、うん、なんかこう終わらせちゃいたくないな、もったいないな、うん、だからちょっとずつ味わいたいな、うん、みたいな、それも正解、すごい分かるな、うん、まあ、ある意味なんかそれはこうこのヘブバンというストーリーを皆さんに楽しあのこう大切にしていただいているなとも思っていて、あのまあ必ずしもあのこう早くクリアするとかガッと増えればいいということでもないという、はい、なんかそのバランスでやらせていただいておりますが、はい、では次のスライドをお願いします。そうですね、全体の数字で見ると増減がある、この増減に着目してみましょうというところで、まず一段こう大きくドンと人が増えましたっていうタイミングとしてハーフアニバーサリーあります。この時、はい、そうですね、この時第4章前編のリリースがあったということもあって、はい、なるほど、そんな前になるんですか、はい、まあ、我々としても本当にこうリリースした時はまだあのこう不十分な部分すごくたくさんあったところにいろんなこうものを追加させていただいて、皆さんとこうお話しながらあの追加させていただいてっていうところで、ヘブバンのこのゲームとしての軸もあのようやく固まってきたかなっていうところも、はい、ありまして、あのこういった感じになっていますというところですね、はい、はい、で、あの、まあ、初速見ていただくと分かるんですけれども、だいたいメインストーリーのクリアってあのそういったいろんなプレイスタイル、いろんな生活サイクルの方がいる中で、まあ、だいたいこういった形で増えていきます。例えばその黄色いところのラインがどう増えていっているか見ると、はい、だいたいこういったペース感で増えているというところで、まあ、これで比較してみるとこの5章前編のスタートは決してあの遅いというわけでは全然ない、うん、はい、このペースでこう増えていくということは、はい、あるかなと思っているんですが、はい、次お願いします。で、なんといってもですね、かなりこう数字がドーンとあの一段増えたっていう、まあ、これ緑のところもそうなんですけど、黄色のところがドカッとこうあの大きくなってるみたいなところのタイミングとして、この、2023年2月ですね、1周年とエンジェルビスコラボがありました。あー、そっか、なるほどなるほど、これあの日本だけのグラフなんですけど、同時にあの、あ、はい、海外も、はい、リリースさせていただいたということもあって、うん、まあ、特にですね、このコラボをきっかけにこの新しく遊んでいただけた方、まあ、かなり多くてですね、あの規模がこうきちんと一段バッと大きくなったというタイミングでもあったかなと、はい、うん、思っております。はい、はい、次の、あ、急激に4章前編が増えているところが気になります。気になります。あ、この後にあるとこかな、どこでしょう、あの断崖絶壁みたいな、あ、なるほどですね、ガンってなってる、まあ、この後来るんじゃないですか、そうじゃないですか、やっと行ってみましょう、はい、あ、まただった、はい、ここはですね、やっぱりこの、1周年のコラボで新しくヘブバンを始めていただいた方々と一緒にですね、あのこの第4章後編リリースの盛り上がりを体感していただくことができたかなと思っております。はい、ここで特徴的なのはですね、第4章後編リリースと同時に、このこう1周年規模のところにもう一回
あの第3章クリアユーザーガツンと戻ってきているということと、うんうん、あとでね、合わせてこのタイミングで黄色の部分、第4章全編クリアの方が大きく増えている。そうですね、はい、増えてます。うん、はい。そして、まあ、断崖絶壁と言われていますが、はい次、はい、次行きましょう。はい、ここだ。そうですね、はい、このタイミングがあの 1.5 周年のタイミングでした。はい、なるほど、はい、このタイミングですね、ゲーム全体の再構築と銘打ってバランスの調整もさせていただきました。うんうんうん、はい、はい、再構築ありましたね。そうですね、特に第3章まではこれまでと比較してあのかなりあのクリアが、手軽になったっていうところもありまして、うん、はい、こんな形になっているんですけれども、まあ、一方で全体としてですね、より最新に近いメインストーリーを多くの方に楽しんでいただける状態を、まあ、作ることができたかなと思っております。まあ、特にやっぱ黄色の部分ですね、着目していただくと再構築前より1段階ラインがガツンとかかっている。確かに全体的にやっぱこうキュッて上がるのが嬉しいですね。はい、ということになっています。はい、で次お願いします。お、そしてですね、最後は年末の談笑、そして2周年第5章前編のリリースまでの流れとなっております。こちらの再びのエンジェルビーズコラボの盛り上がりというところで、あの新たに始めていただいた方もすごく多かったのと、またこれをきっかけに復帰していただいた方もかなり多くてですね、ありがとうございます。はい、1周年でやったんだけどもちょっと離れちゃいましたという状態から、またコラボをきっかけに復帰したら、1.5 周年の再構築の状態で、遊べてまた新調するみたいな、はい、はい、形があったかなというのと、まあそこからの流れでですね、3月8日に公開させていただきました、怪人ノートと銀の時計に関しましては、ずっと遊んでいただいている方も、あと新しい方も、皆さんに楽しんでいただけるイベントになったんじゃないかなと思っておりますというところです。なるほど、はい、なるほど、はい、という感じの推移になって、あ、AB 復帰勢で今大変忙しいですという方いらっしゃいますね。ありがとうございます、はい、お帰りなさい。お帰り、こうやってみんなで一緒に見ていくのはやっぱ面白いですね。視覚的にわかるというか、はい、うん、やっぱなかなかここまで情報を開示してくれることもないですからまさに情報局です。うん、結構怖いんですけどね。いや、そうですよね。攻めたコーナーではだってみんなやらないのって怖いからじゃないですか。そうですね、うん、あとやっぱデータってすごくいろんな見方ができるというか、うん、あのデータ見方をこう間違って見てもある種そこにデータがあるから説得力が出てしまうみたいなところもあって、うん、ね、なかなかこう、ね、そうなんですよ、こうグラフを出すと、グラフを出したことによる、まあ言い方あれですけど副作用みたいなのもなんかそれなりに、うんうん、あのあることもあるんですけども、数字って重いですよ ね、 そうですね、与える印象が、うんうん、ですけどあのやっぱこの情報局はね、こういうのを出せるっていうところは、うん、本当にあの皆さんとの関係をこう本当にお三方が作り続けてくれたおかげだなと思っております。でも確かにいい空間を築き上げてこれたからこそなのかなっていうのはすごく感じています。うんうん、はい、皆さんのおかげでもあります。ありがとうございます。うん、そしてですね、はい、あのこの1年の振り返りというところでこの、グラフの赤い部分と青い部分に着目して、はい、第4章後編クリア DAU のみを抜き出して見ていけたらと思いますので、次のスライドお願いします。はい、おお、あ、赤と青のみ、はい、うん、こちらが先ほどのグラフから第4章後編クリア DAU のみを抜き出したものになっております。はい、はい、全体としてこう右肩上がりになっているというところは見て取れるかなと思うんですけれども、あのこう我々は これを右肩上がりになってるな、大丈夫って思っていたわけなので、かなりヒヤヒヤしながら、はい、見ておりましたというところを、はい、ご説明させていただければと思っております。はい、はい、お願いします。まずリリース時に関しましては、この第4章全編とほぼ同じペースで多くの方にガツンとクリアいただいているというこのペース感を見て取れるかなと思います。はい、なのでですね、こちらあの青いとこ見てもらうと分かると思うんですけれども、第5章前編においてもほぼあの序盤の、はい、加速度は、はい、同じペースになって同じ感じですね。はい、うんうん、だからあの様々なプレイスタイルの方がいらっしゃる中で、うん、あの第5章に関してもこう伸びていくかなと思うんですけれども、まあ、今時点ではこういう感じになっているという感じですね。はい、はい、じゃあ次のスライドお願いします。まあ、そこから先なんですけれども、はい、
こう少しずつこのクリア者数がこう増えていく、微増していくという推移になっていますと。じわじわって感じですね、うんうん。まあ、中にはですね、あの DAU で切り取らせていただいているので、クリアしてから一回こう例えば生活ペースとかでお休みされる方とかもいらっしゃるんですけれども、最新のメインストーリーをクリアされている方々に関しましては、まあかなりの割合で毎日プレイいただいているという形に、すごい嬉しい、はい、なっております。ただですね、これあのこのグラフをこう伸ばしていったらどうなるかっていうところで見ると、あの次の新章リリースの時に多くの方に新章を楽しんでいただけないっていう危機感が、まあ、かなりあったかなというところが、まあ、実はありました。はい、でそこから 1.5 周年の再構築というところになります。次です。そうですね、ここでも影響ありますね。そうですね、大きくあのやっぱり分かりやすくこう増えるっていうところで、はい、あったかなと思います。あのこれはですね、第4章後編ですので、まあ、一番影響大きかったのは道中の敵の体勢を調整させていただいたみたいなところ、はい、あいつよかった、あいつらだあったかなと思うんですけれども、うん、はい、まあ、こちらですね、あの、まあ、それで、まあ、いろんなことが解決するかなと、まあ、自分たちもある意味楽観視していた部分はあったんですけれども、あの、まあ、一時的な傾向としてスッと上がっただけであって、まあ、実はそのこう道中の敵の、強さっていうところを解消しても、そこからまたこう右肩上がりの、状況を作ることができなかったというところで、まあ、これは何かと言いますと、まあ、そこがこうめちゃめちゃ本質的な課題ではなかったというところ、まあ、まあに気づけたみたいなところが、はい、あります。なるほど、はい、で次のスライドお願いします。はい、ということでですね、あのグラフを見ていただけますと分かる通りですね、ここからあのクリアプレイヤー数クリア DAU のところが停滞してしまうということに、はい、なっております。ちゃんと伸び悩んでいたって書くんですね、文字で書いてあるのが新鮮ですけど、うん、はい、まあ、社内でも同じような話をしながらやっているという、はい、なかなかこういうところまで見られないですからね、はあ、なるほどですね。あのこの傾向を見て、あの我々としては結構この危機感をあの感じまして、あのどこに原因があるのかということを調査続けてきました。あの道中の敵に関しては再構築で調整しましたというところとか、あのボスの強さに関しても第3章のリリース時だったり第4章前編リリース時と比較して、あのものすごく大きく上がっているわけではなかったりとか、あとあの皆さんこう引っかかっている場所、どの辺で引っかかっているかっていう、引っかかっている、あるいはそこからやらなくなっているみたいな場所ってやっぱりそのデータで見えたりするんですけども、例えばその第4章後編っていうと、あのこう思い浮かぶのが2部隊編成とか思い浮かぶ、 あれは結構おあわ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 、いつでも似合ってないけどって。でもありましたよ、やっぱあのその仮説を立てて僕らも調べたんですけども、なんかそこであの極端に多くの方が詰まっているわけではないっていうのもあって、あそうなんだ、はい、みんながみんなではね、もちろんなかったという、これも本当に何なすいません株主総会とか言われてますねすいません、ちょっと ゆったり生放送の雰囲気でいきたい。まあでも皆さんも、はい、面白いんじゃないですか、うん、これ見てて。そうなんですよ、あの、うん、こうそのタイミングで多くの方が詰まっているわけではないという、はい、ところもありまして、あの、まあ、これあのデータ見てるだけだとあのこうダメだと、データ見るだけだじゃなくてですね、まあ、本当に皆さん一人一人にお話を聞くとかいうことをかなりやろうというところですね、あのインタビューとかをあの、まあ、インタビューをする専門の方とかいらっしゃるんですよね、うん、にお願いして、まあ、一人一人だったりグループだったりいろんなことでインタビューをあの実施させていただいたりとか、はい、しながら、まあ、一体こうどこに課題があるんだろうというところですね、うん、あのこう深掘っていったという感じになっています。うん、柿沼さんもなんか喋って来てます静かにうなずいておりますけれどもね。でもここは下田さんのターン。株主総会こんなデータ出ないですよ。そうですね、確かに行ったことないですけど株主総会ってどんな感じなんだろう、ね、こんな観葉植物とかないですもんね、多分。もっとかしこまった感じだったもん、厳かな会議室みたいなホールみたいなところで、竹野さん株主層がどういう感じなんですか。でも最近なんか、ね、毎回同じ場所でもないんですけどあのこの前はうちの会社のそういうフリースペースというか、あれも、ね、こういう
ちょっとあ、砕けた場所があってそこでやりましたね。カフェテリアじゃないけれどもちょっとそういう雰囲気の。あ、そうですね、そうですね、はい。そういう会社もある、ね、でもイメージがさやっぱ、うん、そういうかしこまった感じだけど、お堅いみたいな。でもなんか今お話聞いて、あ、いろんな形があるんだなって株主総会にも。何の話してんですかね。じゃあやっぱ株主総会じゃん。あ、株主なんだっていいんだよ。株主総会やないかいっつって。この先が聞きたい。聞きたい。あ、そうなんですよ。やっぱりこのインタビューを実施させていただいたとかもすごく大きくてですね、情報局を見てくださってる方とか、あとファンミーティングに来てくださってる方とかもやっぱりすごくヘビーにプレイしていただいてますし、僕ら自身もすごいプレイヤーなんですよね。でやっぱりどちらかというとすごくコアなプレイヤー、開発メンバーも、まあ、さっきのところでいくともう余裕で青のところにいるみたいな、はい、プレイヤーだったりするので、やり込んでらっしゃるんですよね、うん、一方だからそうい う, こう目線で日々いるから、うんうん、逆にその詰まっている方とか、うんうん、まあ、それこそここで横ばいになっているところっていうのは、うん、どうしても感覚的に分からなかったりすると。なるほど、なるほど、うんうん、もう自分たちはこうもうすごい先端にいるので、うん、分からなかったりするっていう、うんうん、まあ、ところもありまして、うんうん、本当にインタビューとかをさせていただきながら、まあ、インタビューさせていただいて、もう一回それをデータと照らし合わせて、でまた出てきた方をインタビューして、はい、すごい、すごい。じゃあ本当いろんなユーザーさんのお声を聞いて、うん、それをこう反映させていくのってめちゃくちゃすごいですね、うんうん、なかなか。そうですね、やっぱ難しいじゃないですか、はい、どっちかの声を優先すれば、うん、どっちかがやっぱ難しくなっちゃってみたいな、そこのいい塩梅をじゃあ常日頃皆さんはこう模索されてインタビューとかして探されてるんですね、うん、もちろんこの皆さんがこの情報局を見てるわけでもないですし、うん、っていうところですもんね。でもなんかやっぱりそのすごく面白いなというか、まあ、当たり前のことなんですけど、もう一人一人皆さん人間だなというか、まあ、それぞれ生活がある人なんだなっていうのを、そういう機会を経てやっぱりすごく感じるところがあって、例えば今このタイミングでこうなんで離れていたんですかみたいな、まあ、質問に対して、例えば試験だったりとか、たまたまこの時にこう職場がすごく忙しくなってこのタイミングはとか、やっぱりそうなんですよね。やっぱりゲームってエンターテインメント、日常の中にあるエンターテインメントなので、そういった中でこういろんな方がプレイしてくださっていて、まあ、そんな中にこう僕らのゲームもあるっていうところで、まあ、そういったことを思いながらっていうのはすごくまあ、貴重な機会を自分としてもいただけたなと、うん、思ってますね、はい、ありがとうございます、うん、あ、はい、それでこの状況を受けてそのインタビューとかデータ調べたりとか、はい、した結果のところです。スライドお願いします。はい、はい、で様々な調査とかインタビューの結果ですね、一番大きなところ、大きかったです。もうとにかくこれが一番大きかったというところで、元素属性パーティーを揃えるときにどこから揃えてよいか分からず、その第一歩が踏み出しにくい方が多いという状況が、まあ、かなり明確に、はい、明らかになりました。はい、うん、それこそ情報局をご覧になっている方はこのハードル、この第一歩目はもう全然超えてるよって方多いかなと思いますし、まあ、先ほど言ったように我々開発メンバーもですね、なかなかこうヘビーにプレイしているとプレイヤーとしてなかなか体感しづらかったっていうところは、うん、あるんですけれども、うん、まあ、例えばそのキャンペーンでSS チケットを配ったりとか、なんかいろんなことしながらやっている、なんかもちろんチームの中には、課金している人もいるし無課金の人もいるしっていうところでやっているんですけど、みんなヘビーに遊んでいることはヘビーに遊んでいるので、まあ、そんな中でですね、あ、そうかと、一時的にお休みしてたりとか、まあ、キャンペーンの状況になかなかこう時間が合わなかったりとか、うん、まあ、したら、まあ、そういうことがあるかなっていうところが、はい、うん、明らかになったという感じですね。なるほどです。はい、はい、あ、じゃあ次のスライドお願いします。はい、結構ですね、ここを解決してメインストーリークリア DA を増やしていくということはもちろん皆さん生活ペースの中でやっているというのはあるんですけれども、うん、これやらないとですね、新章開幕多くの方に楽しんでいただけないというヘブ版になってしまうと。で、まあ、我々ご提供しているものはエンターテインメントなんですけれども、一応こう我々も事業という側面ありますので、まあ、そういった中でですね、多くの方に楽しんでいただけないということはそこにコストをかけづらいということになってしまうと。
でもですね、メインストーリーにコストをかけないヘブワンは、ヘブワンじゃないよと、あの我々が届けたいヘブワンではないよと、そうですね、うん、っていうところもありまして、はい、次のスライドお願いします。はい、この元素属性パーティーを揃える第一歩を踏み出しやすくすると。そしてですね、さまざまなプレイスタイルの方により育成とメインストーリーの攻略を楽しんでいただくというところで、11月中旬に次の施策をリリースさせていただきましたというのがこちらになっております。はい、大きく我々としてはですね、大きく2つの軸でのアップデートを実施させていただきましたというところでですね、まずはこの雷シャロの実装ですね。こちらですね、元素属性パーティーを組む第一歩を踏み出しやすくするための施策として、やらせていただいたというところと、もう一つが、育成軸の追加、属性によらない育成軸の追加ですね、これら3点実装させていただいたというところを、やらせていただきました。はい、次お願いします。結果としてですね、このようにですね、多くの方に第4章後編をクリアしていただくことができて、無事にこの第5章前編というところを迎えることができたかなとは、はい、思っております。はい、こうその後もですね、年末とか周年とかプロモーション的に大きなタイミングでの増減見られるんですけれども、こうほぼ右肩上がりでクリアしていただける方が増えて、新章開幕を、はい、迎えることができたと、いうところになっておりますというところです。はい、ありがとうございます。以上ですね、この特にこの1年間についてちょっと厚めに振り返りをさせていただいたんですけれども、じゃあここから先どうなっていくんだっていうことを思っている方たくさんいらっしゃるかなと思います。確かに、させてください。ですので、今後についてですね、大きな方向性だけにはなりますが、何を考えているのかと、どうやっていこうと思っているのかっていうところはご説明させていただければと思います。次のスライドお願いします。まずですね、皆さん気になっていらっしゃるであろう耐性打ち消し弱点付与スキルにつきましては、元素属性パーティーの足がかりとして今後も別属性で展開予定です。はい、ですがこれだけじゃなくてですね、こちらと並行いたしまして、各属性それぞれのパーティーで、攻略を楽しんでいただけるような、高難易度のコンテンツもですね、順次徐々に、リリースしていく計画となっております。はい、こちらは両軸できちんとやっていこうかなと思っております。はい、じゃあ次のスライドお願いします。合わせてですね、今後のスキルに関しましても多様な軸、多様なコンテンツで楽しんでいただけるよう、さまざまな軸で追加していきたいと、はい、思っておりますというところでございます。はい、というところなんですけれども、次のスライドお願いします。はい、セカンドアニバーサリーパーティーでですね、こちらをお伝えはさせていただいたんですけれども、4月の5日から、はい、21日間のイベントの救済期間を、いただくことになっております。はい、とはいえこの期間、記念すべき777日というところですね、バトルコンテンツやキャンペーン等で、盛り上げていければと思っておりますので、こちら次回情報局は、ゆったりじゃなくて情報局になります。わかりました、はい、こちらをぜひがっつり情報局です。はい、こちらをぜひお楽しみにお待ちいただければと思っております。見てください。はい、はい、そして次のスライドお願いします。はい、はい、またですね、救済後の4月26日から開催予定のイベントはちょっと、少しだけボリュームアップさせていただきまして、特別編という形でお届けさせていただく予定です。おー、はい、さらにですね、その先も2.5 周年に向けて新たな育成コンテンツとかストーリーコンテンツ、企画開発中になっておりますので、今後ともぜひ楽しんでいただければ嬉しいなと思っておりますというところで、自分からは以上になります。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。さん、本当にいろいろとお話聞けて楽しかったです。楽しかったです、ボリューミー。ありがとうございました。なんかせっかく777日なので、はい、放送はしたいなって思ったんですけど、そんなにこう新情報がある回ではないというところで、すみません、なんかちょっとこういうのを挟ませていただけたら。いやでもそれを楽しみに待ってる勢もいらっしゃいますね。いや、あれ本当にありがとうございます。こんなたまにね、はい、たまに入るこの真面目回みたいな。いや、もうデータ回ですよ、もうデータキャラなんで下田さんは。データキャラですか。データキャラはデータキャラの話ユキ。ユキか、ユキだった。メガネがね、3人もいるから。そう、今私なんか、私もオセロ理論でいくとメガネにならないといけないし、誰よりも私がユキなのに。なんか思い出したけど、私シモンさんいるとき毎回メガネかけてるかも。なんかメガネ狙ってます。いや違います、これガチメガネですよ。ガチメガネ、よくおしゃれメガネって言われるんですけど
レンズ入ってますいやちょっとうちも今日メガネしてくればよかったいやでも本当にいろいろお話聞けて嬉しかったです。またぜひいろいろお話をお聞かせください、はい、ありがとうございます。またお邪魔させてください。ありがとうございました、はい、ということで以上データで振り返るヘブ版振り返りコーナーでした。